現場の近いところ。今日の調べてみたらは、JAL、JAL という文字がはっきりと見て取れます。1985年に起きた日本航空123便ジャンボジェット機の墜落事故です。乗客乗員524人を乗せた満席のジャンボ機に起きた悲劇。生存が確認された方々なんですけれども、多分12、3歳だと思うんですが、墜落したのは群馬県上野村の山深い御巣鷹の尾根。死者520人、生存者はわずか4人という日本の航空機史上最悪の墜落事故です。これは今年6月、御巣鷹の尾根で新たに発見された日航123便の酸素マスクです。37年が経とうとしている今でも、御巣鷹の尾根には当時の傷が残っています。あの日、コックピットで何が起きていたのか。恐怖の中、乗客が必死に書き残した遺書。死ぬかもしれない、みんな元気で暮らしてください。そして遺族は、あの、帰っちゃうよ、もう一緒に帰らないでよ、だから、やだやだ。あの凄惨な事故から間もなく37年を迎えます。この近辺にはですね、今回は日本航空123便ジャンボ機墜落事故を調べてみました。群馬県上野村御巣鷹の尾根。この山に37年間登り続けている女性がいました。宮島邦子さん。あの事故で当時9歳だった最愛の息子健君を失いました。健君は甲子園で高校野球を観戦するために一人で大阪の親戚のもとへ。初めての飛行機旅で事故に遭ったのです。37年前の凄惨な事故現場には宮島さんの姿がありました。あの、帰っちゃうよ、もう一緒に帰らないでよ、だから、やだやだ、もう一緒に帰りたいよ。ごめんね。一人でいるところにやっぱり何としてでもたどり着かなければという思いで登ってきたので、山に飛び込んできたのはもう、あの、ヘリポートのところにたくさんのいくつもの、まあ、遺体が並んでる状況でしたね、はい。37年前のあの夏、乗客乗員524人を乗せました羽田発大阪行きの日本航空123便ジャンボ機が今夜墜落いたしました。 JAL、 JAL という文字がはっきりと見て取れます。123便が墜落した御巣鷹の尾根。当時フジテレビは墜落現場で救出の様子を生中継で放送していました。生存が確認された方々なんですけれども、一人は黒い服を着た女性の方、それからもう一人が、多分12、3歳だと思うんですが、まもなく自衛隊のヘリコプターで救出されるものと思われます。乗客乗員524人のうち生存者はわずか4人。単独での航空機墜落事故として史上最悪の事故となりました。あの頃、世界で最も安全だと言われていたボーイング747、通称ジャンボジェット。なぜ安全であったはずの飛行機で悲劇が起きたのでしょうか。
1985年8月12日、離陸前に羽田空港で撮影された実際の映像が残っていました。乗客乗員524人を乗せた定刻午後6時の日本航空123便、東京発大阪行き。お盆直前の夏休み、機内はサラリーマンや家族連れで満席でした。この日操縦を任されたのは機長の高浜さん。総飛行時間は1万2000時間を超え、運航部門の指導教官も務めるほどのベテラン。そして操縦桿を握っていたのは、機長昇格を目前に控えた副操縦士の佐々木さん。航空機関士の福田さんもエンジニア部門の教官を務めていました。午後6時12分、日航123便は定刻より12分遅れて羽田空港を離陸。東京湾を抜けた後、右に旋回し、予定通り大阪伊丹空港に機首を向けました。順調に行けば1時間で到着する空の旅。しかし離陸から12分後、相模湾上空で異変が起こります。スコーク77とは緊急事態を示す信号です。高浜機長はすぐに管制部にスコーク77を伝えました。この時機内にいた乗客のもとには酸素マスクが降りていました。これがその時の酸素マスクです。事故から37年を迎えようとしていた今年6月、御巣鷹の尾根で新たに発見されました。東京スカイラー123、お客さんおめでとう。今日もリケッシュ、ストップ、ハイバーズ、リファーマイケン、ちょっとずつ、おめでとう。ラジオアップル、ラジオリクエスティ。当時静岡県の河津町駅前で123便の姿を目撃した人がいました。あの上あたりから音がしたんですよ。ドカーンと右を下にして左の横を上にしてね、滑空するような格好でこう飛んでいくのを見たりした。この時123便では想像を絶する事態が起きていました。機内の気圧を保つため外気と機内を遮断する圧力隔壁が突然破損。これにより客室の空気が尾翼内に流れ込み、機体をコントロールする垂直尾翼などが爆発。操縦系統の損壊が連鎖的に発生したと事故調査委員会は結論付けています。確かに最後に撮影された123便の写真には垂直尾翼が写っていません。飛行のバランスを取るために最も重要な垂直尾翼、そのおよそ6割がなくなっていたのです。ここからコックピットでは生死をかけた戦いが始まります。ハイドロとは油圧のこと。人間であれば神経にあたる重要な部分、翼を動かすために必要な伝達システムです。それが垂直尾翼の爆発とともに機能を失いました。翼の操縦ができない、もはや機体をコントロールするのはほぼ不可能に近い状況だったのです。124 fly heading 09
操縦不能。コントロールを失った機体は激しい横揺れ、いわゆるダッチロールが起きていました。これは123便の揺れを示すフライトデータです。この部分から線が大きく乱れ始めます。爆発音がしてからすぐに激しい揺れが始まったことがわかります。主翼をね、あの右へ傾けて右へ旋回するようなね格好で、また元通りになって、まだしばらく行ってまた右へこう傾いて、激しく揺れ動く機体。コックピットの3人はエンジンと車輪、最後はフラップと呼ばれる揚力装置の操作だけでコントロールしようとしていました。羽田へ戻ることを目指し懸命に操縦しながら機体を右に旋回、北上し始めます。極限状態の機内でその様子を克明に記録していた人がいました。村上良平さん。急遽大阪への出張のためキャンセル待ちをして123便に乗っていました。まさか父が乗ってるとは思ってなくて、で夜中に母に起こされて、お父さんがあの飛行機乗ってたみたいって言われてびっくりして、はい、どんな思いで書いたのかと思うとね。メモは会社の封筒の表と裏に書かれていました。機体が大きく左右に揺れている。18時30分急に降下中、水平飛行している。死ぬかもしれない。みんな元気で暮らしてください。さようなら、スミコ、ミキ、京子、ケンタロウ。この時すでに管制官の呼びかけに応える余裕はありません。機関士の福田さんが空気抵抗を増やすために車輪を下ろすよう提案しました。車輪を下ろしたことで高度がようやく下がり始めます。しかし今度は必要以上に急降下を始めたのです。123便は右に大きく傾き急旋回、小さな円を描いて一回転していました。この頃の様子も村上さんは書き記しています。機体は水平で安定している。機内より頑張ろうの声がする。着陸が心配だ。スチュワーデスは冷静だ。機内では客室乗務員たちも乗客を救うため懸命に指示を出していたのです。コントロールできない機体。しかしこの時奇跡的にも羽田に向かって飛行していました。すぐ近く目の前には米軍横田基地。ここでも緊急着陸の受け入れ準備が整えられます。しかし無情にも機体は横田基地を前に左へ旋回、山あいに入っていきます。実はこの頃機体は横揺れのダッチロールだけでなくフゴイドと呼ばれる激しい上下運動が始まっていました。
コックピットはもうなすすべを失いつつあります。眼下に迫る山々を前に、乗組員たちは何としても乗客を羽田に連れて帰る一心でした。事故調査報告書には客室乗務員の懸命な活動が記載されていました。18時47分以降については緊急着陸に備え救命胴衣の着用及び衝撃姿勢についての指導が行われた。機体が地面に近づいたことを知らせる警報音が響きます。高浜機長が副操縦士の佐々木さんを励まします。そして航空機関士の福田さんが羽田管制との交信を再開。熊谷から25マイルウエストの地点です。どうぞ。自分たちがどこにいるのかさえ知る余裕がなかったのです。123便の機体は一気に急降下を始めます。乗客乗員520人が死亡、生存者はわずか4人でした。事故からおよそ2年後、国の事故調査委員会は墜落した飛行機が1978年に起こした着陸時の尻餅事故の際にアメリカボーイング社が行った圧力隔壁の修理ミスが事故原因と推定されると発表しました。大阪に住む谷口真知子さん、はい、こちらこそどうぞ。夫の正勝さんは37年前東京での仕事を終え急いで帰宅するために、普段は新幹線を使うところ、この日は123便に搭乗しました。正勝さんも妻真知子さんに宛てた遺書を残していました。マチコ、子供よろしく。大阪美濃谷口正勝。エチケットシートに書かれた遺書で免許証を包み、血に染まった状態で見つかったそうです。事故を風化させたくない。マチコさんは今年ご主人の大好きだった庭の柿の木を題材にミュージカルを制作。子供よろしく。舞台の中で夫正勝さんが123便で震えながら遺書を書くシーンがありました。事故から間もなく37年、今遺族が思うこと。今日という一日を
ありがたいなと思って丁寧に生きてほしい。伝えるって本当は伝える本人たちにとっては心のどこかがいつも痛むんですよ。でもその痛むからこそ伝えなければいけないなと思うので、乗り物の事故っていうのは本当に一つでも、なくなっていってほしいなっていうふうには思います、日本航空安全啓発センター。二度と同じ悲劇を繰り返すまいと、墜落した123便の残骸や遺品が大切に保管され、次の世代に語り継がれています。123便の事故以降、国内での旅客機墜落事故は起きていません。